こんにちは。今日はですね、関東の大学のですね、理系の女性のですね、吉田さんをお招きしてですね、面接を実際にやるという感じのコースです。今日はですね、吉田さんに来ていただきました。吉田さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そしたらですね、吉田さんに事前に書いていただいた、いわゆるまあ、自分のセールスポイントは何ですかって書いていただいたやつをもとに、まあ、セールスポイントは何かって聞き方って面接では少ないんで、あなたの強みは何ですかっていう形で、スタートを切っていくって形で行かせていただいて、時間はだいたい20分ぐらいを想定で、それを終わった後で解説という感じになります。よろしいですね。じゃあ、はい、スタートを切ります。こんにちは。こんにちは。吉田さん、ですね、そうだな。一応、エントリーシートは見てるんだけど、まあ、簡単に説明してほしいんですけど、あなたの強みは何ですかって言われたら、あなたはどんなような強みと、その強みを証明するためにどんなようなお話をされるんでしょうかね。はい。私の強みは、困難な状況でも努力をし続ける粘り強さっていうところです。うん、なるほどね。はい。具体的にそのを立証するためにどんなことをしてきました？はい。私はですね、大学受験を、大学受験を、高校時代に音楽科の高校に通っていたのですが、高校3年生の時に、進路変更をすることに決めて、一から大学受験のための勉強を頑張り、今の大学に入学したその時の、その時に粘り強く努力したという経験がございます。これちょっと確認したいんだけど、これ音楽専門の学校？はい、そうです。高校の時は、音楽科、いわゆる普通科の勉強、数学ですとか、英語ですとか、そういった5教科、5科目、5教科の、勉強はしない、音楽科という勉強に通っていて、音楽理論ですとか、和声学などとか、そういった音楽中心の勉強を、学問を勉強する高校に、席を置いておりました。ということはこれ何、通常の一般の、普通の学校の数学とか英語とかは一切やらないんだ。そうですね。少しはやるのですが、例えばですと、例えば理科の話をしますと、例えば物理の範囲ですと、中学校でやるような、勉強を高校でする。いわゆる物理1とか科学1とかっていうことじゃなくて、基本的なことしかやらないってこと？そういう以外に。物理1とかあると思うんですけど、私の学校では理科総合という形で、なるほどね、勉強しておりました。それで、もともとそれって、高校からそこに行ったの？中学から？高校から入学いたしました。その、僕もちょっと音楽の世界よくわかんないんですけど、はい、その道に行くってことは、その時点でどういう未来を見つめてたの？そうですね。その高校に入ると、推薦という形で、その高校の大学に入学できる、権利というか、大学に入学できるコースが用意されていて、うん、音楽大学に進む予定で、その高校に入学したんですね。はい。うんうん、これ、音楽大学っていうと、その音楽、将来はどういうふうになろうと思ったの？そうですね。遡って私の、中学生時代の、進路を決めた時の経緯についてお話ししますと、私自身が中学3年生の時に、ピアノがとても上手に弾けていたので、そうですね、ピアノが上手なので、より自分が強み、秀でているものを伸ばそうといった思いで、高校に入学、音楽科に入学を決意したわけなんですけれども、その後の将来のビジョンっていうのについては、あまりその中学3年生の段階で思い描けていなかったっていうのが、高校3年生の時に進路を変更する、変えたという理由もあっていて、ビジョンが描けてなかったっていうのがあります。はい。それってさ、通常中学から高校に行く時に、いきなり音楽を決めようとするってことはさ、はい、だいぶ音楽、その時、ピアノがすごくできたの？そうですね。どのレベルだったの？はい、そうですね、中学校の時は、毎年、全国大会に、入賞するような、コンクールで、賞を取っていましたし、週1年間に何度かは、東京の方へ、レッスンにも、何度か通っており、ピアノの実技だけではなく、ソルフェージュって言って、音楽を、音符を譜面に書き取るといった、そういった、
勉強もあるんですけれども、そちらの方にも力を入れて勉強しておりました。それって例えばさ、そのいわゆるピアノでいつからですよ。そうですね、私の場合は4歳からピアノを始めて、ずーっとやってたんだね。はい、そうですね。じゃあそれ延々と恐ろしく練習したってこと？そうですね。ただ中学校時代は中学校は受験をして結構勉強も頑張るような中学校に在籍しておりましたので、両立っていうのがすごく大変で、高校に入ったら音楽のことだけに集中できる環境に身を置けるなとも考えて高校入学を決意しました。それさ、高校に入ってさ、もともと音楽をずっとやろうと思ってたのを、どのタイミングで自分なりに違うなみたいなことを思い始めたの？はい、そうですね、高校に入学してから、1年目のあたりでうっすらちょっと違うのではないかっていうのが感じ始めておりました。というのも、先ほど申し上げたように将来のビジョンがきちんと思い描けていなかったという点と、加えて、2点目に自分の音楽に対する熱量っていうのが、周囲の、学生と比べて足りてないのではないかというふうに思いました。それは何かきっかけがあったの？そうですね、例えば、例えばですね、日頃に学校での会話において友達友人がこのコンサートへ行って、例えば泣くほど感動したとか、そういった感想だとかを聞いていて、私にはそういった、経験というか、音楽への対する感動とか感動の経験というのが乏しいなというふうに気づき始めました。それでどうした？はい、それで一回そのように思うぐらいでは別にやめようとか思いませんし、進路を決意する進路変換をしようとは思わないんですけれども、そういったことが何度も続いて、本当に私の将来っていうのはこのままピアノをやり続けていいのだろうかっていう、そういう強い気持ちに変わっていきましたね。はい、それはいつぐらい？そうですね、高校3年生に近づくにあたって、中学校の時の普通科の友達ともやり取りしていて、やっぱり大学受験が切実にこう切迫しているように感じられてくるので、高校3年生に上がる時にそうですね、とても強く実感するようになりました。それで実際にあなたがじゃあその音楽の専門に行かないで、他の道に転じようとした、その最終的な決め手は何なの？最終的な決め手、なんかそれを決断した、あなたが決断に至った最後のそのあれって何なの？最後の決め手っていうのは、そうですね、先ほど申し上げたその将来のビジョンっていうのをよく考えてみたときに、私はやっぱり数学とか科学に対する興味があったので、興味があったため、そのような学問を大学で勉強したいっていうふうに強く思い始めたので、そういうふうに強く思い始めたことが最大のきっかけです。それで実際にさ、そう言ってもそこの学校にいたらさ、はい、いいだよね。そうですね。それでどうしたの？それで、私は、高校を、高校3年生の4月で、高校去りました。そして、去ったって辞めたってこと？はい、そうです。でも辞めたら高校卒業扱いにならないんじゃないの？そうですね、高校卒業扱いにならないので、その年の夏に、高校卒業認定っていう、大学入学への資格を得るための試験を受けて、合格して、大学受験への、資格を入手しました。はい。それってさ、なんか簡単に言ってるけどさ、今までその普通の勉強してなかったから、その大学検定合格するためも結構大変だったの？はい、いえ、その検定は大学受験に、大学受験をするための、資格を得るための勉強ですので、基礎的なもので、私にとっては基礎的なものだったので、はい、かつ高校2年生までに必要な単位は取っておりましたので、私は地理しか受験しなかったので、そこまで全く勉強もそれほどせず合格しました。そのさ、あなたが高校を辞めてさ、はい、もう一回理系のその分野に行くって、あなた自身が決めたの？そうですね。その時にそれを親に話したよね。はい、もちろん。なんて言われた？はい、もちろん反対されました。それでどうした？それで。
そうですね。もちろん反対されたんですけれども、私自身の意思がとても強かったっていうのと、そうですね。私自身の意思がとても強かったっていうのがあって、最終的には、渋々というと形にはなってしまうんですけれども、承諾をいてさせていただ、あの、していただきました。親がさ、じゃあしょうがないわねっていうふうに最後言ったのはあなたがどういうぐらいの本気だったから、もし折れたの？そうですね。私がすごく悩んでいて、毎日、涙が出てくるぐらい、すごく悩んでいたので、自分の進路で。で、それを、見た親が、そんなに悩むぐらいだったら、自分で選んだ道に行きなさいということで、そこで、を認めで、それをま決めた、決断して学校を辞めたのが何だったっけ、3年の。した。高校3年生の4月の終わりに辞めました。で、その後ってさ、はい。実際に、どんな専攻に行こうと思ったの？どんな専攻？はい。学部であり、学科であり。私は、宇宙に興味があったので、宇宙？はい。それは、宇宙って言ってもいろんな宇宙があるんだけど、どんな宇宙？中学校の時に、人工衛星のハヤブサの本を読んで、大変それに興味を持って、漠然とし、その当時は漠然としていたんですけれども、何かしらの、その人工衛星に関われるような、宇宙、人工衛星に関われるような、人工衛星のこととか、宇宙の全般のこととかが学べる、サイエンスの学科に進みたいと考えたので、そうですね、航空宇宙学科でしたりとか、工学系を見ておりました。じゃあ、そういう分野のところの大学を選んで、はい。それで、いくつかに絞って受けようとして。そうですね、はそい。の後、それ決めた後って、どんな形の勉強をやったの？そうですね。基本的には、自分で参考書を買って、問題集を解いて、基本的にはそのようなオーソドックスな勉強を取っていました。それで、予備校も行かなかったの？予備校は、ですね、1年目は、化学の授業、1年目と申し上げたんですけど、私、浪人をしておりまして、高校3年生にあたる年を1年目と申し上げたんですけれども、はい。高校生、最初は、化学の授業だけ、そうですね、予備校に通っておりました。そのあなたがその受験の中でさ、志望校に合はい。格する中で、あなたが一番努力して、だから合格できたっていうところってどういうとこ？そうですね。私が、2点意識していたことがあります。で、1点目というのが、目標を念頭に置くことです。目標を念頭に置く。はい。具体的にはどういうこと？そうですね。何のために私が大学に、この大学に入学したいのか、これまで、いろいろ大学受験をするまでにも、いろいろ、壁を乗り越えてきて、で、何のために、大学に入学して何を学びたいかっていうことを、日々意識して、自分がここの大学にこのために入りたいというのを見失わないように意識していた。これが、一つ目になります。もう一つは？はい。で、もう二つ目というのが、時間を効率的に使うということです。やっぱり私は音楽科で、高校2年生まで音楽の勉強をしていたので、教科の、知識、数学とか全くなくて、理科総合という授業でも、虫眼鏡の使い方を学ぶような、そんな、レベルの、授業で何も学んでいなかったので、ハンデが大きかったんですね。で、そこで私はこれでは間に合わないと思って、時間をいかに効率的に使うかっていうことを意識してました。それをずっとやって、一日何時間ぐらい勉強した？そうですね、基本的には、やっぱり大ければ多い方がいいとは思っていたんですけれども、基本的には8時間。で、センターとか、試験前には10時間っていうものを、私は勉強時間を記録するアプリを用いて、毎日2年続けたんですけれども、それを使って毎日、記録しておりました。なるほどね。それで無事、あなたが思ってた志望の大学の学科に、無は事、い。一浪して受かったんだ。そうですね、はい。じゃあさ、あなたみたいにさ、その自分がこう決めたことを変えてでも、やり遂げるって決めて、やり遂げたあなたがさ、実際に大学に入ってさ、なんか同じようなその入った後で、自分が同じようになんかやり遂げたようなことってある？はい。
粘り強さとかをそう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 。で、学生生活でやり遂げたこと。そうそうそう。大学入学後の話です。そうそうそう。うん。そうですね。いくつか、あるんですけれども、うん、そうですね。大学入学後、大学入学までで、学習がそこで終わるっていうわけじゃなくて、大学に入学した後も、学ぶべきことはたくさんあるわけなので、うん、大学入学後には、プログラミング技術の習得だとか、うん、引き続き研究に必要になる基礎的な、理数系の勉強を、うん、粘り強く頑張っていました。なるほどね、はい。あれさ、これ、あなたの、で、その、例えばピアノをやってる時もさ、すんごくピアノって一日どのぐらいやってたの？小学校の時。そうですね。小学生の時は、あまり覚えていないんですけれども、5時間ぐらいですね。じゃあ才能もあったのか？はい。才能もあった。申し上げておきます。はい。才能もあって、努力もして、で、結構高いレベルの水準のところまで行ったんだよね。そうですね。はい。そのままそのくらいの基礎だったら何？最終的にはどうなるの？そうですね。オーケストラに入るような世界までを目指すのか。そうですね。現在も高校時代の友人と連絡を取っていて、うん、留学に今、行ってドイツだとかヨーロッパとかにもうずっといるような友達もいますし、うん、あとは、オーケストラに入団するために、予備の団体というか、そういったところに所属して、いる、弦楽器の友人とかもいます。あ、じゃあみんなそういう高い世界で生きてる人たちが中心なんだ。そうですね。皆さん、プロを目指すように、努力をされている、本当に努力をされているような方ばかりだったので、はい。で、そこに行った中で、そういう人たちの中で行くと自分のその、なんだろう、音楽に対する思い出はちょっと足りないなって気づいたんだ。そうですね。そういうことになります。それは、じゃあ自分がなりたいっていうよりも、そのなんか、うまくできたし、このルートで行こうみたいなことも強かったんだ。振り返ってみると。そうですね。そうですね。私が習っていた、ピアノ教室っていうのが、その高校の関連した、付属の団体みたいな感じだったので、はい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 、ピアノの先生もその高校とその音楽。ああ、なるほどね。はいはいはい。で、申し上げたソルフェージュの先生に関しても、その高校、うん、その音楽大学出身の先生っていう感じで、いつでも、そうですね、その高校に入学するためのサポートっていうのがすごく手厚い音楽教室でしたので。うんうん、なるほどね。OK、じゃあ、ちょうど20分だから弾いてみようか。はい。ここで一旦切って、これから解説をするんですけど、はい。池山さんって言って、僕らの同じ会社のですね、私の今アシスタントとして社員の子がいるんですけど、はい、まあ、彼女も数年前には、まあ、いわゆる、去年就活生だった。聞いててどうだった？どんな性格の子だって聞いてて分かった？どんなタイプの子かなって。いや、なんかすごくちゃんと考え、なんですかね、こう、しっかりこう流されることなく、ちゃんと自分で考えて動けるタイプの子で、すごくしっかりした子だなという印象を受けました。うん、そうですか、ありがとうございました。はい、これさ、俺あんまりそのこと褒めないんだけどさ、はい、すごく良かったよね。俺はこの逸話で、あ、この子ってこういう子なんだなって、すごくよく分かったから。そうですか。うん。で、俺らはさ、何のために面接してるかっていうとさ、そのあなた、吉田さんがね、どんな子かっていうことを知りたいわけだよね。うん。だから性格っていうかさ、まあそれを一つ捕まえに行ってるわけじゃん。うん。で、この、もう一つは、仕事をするたときに、成果が上げれる子なのかっていうことを、いうのを確認したいんだよね。うん、成果を上げれるかどうかっていうのを僕ら何を見てるかっていうと、まあこれ成果を上げる行動特性って概念なんだけど、過去にどんな行動をしたのかっていうことで、行動するときにどんな行動の取り方をしてるかっていうのを類推するんだよね。過去にそういうことができた人は未来もできるって判断をするんだよ。うん、口だけ言っててもそんなできねえっていう説だから、やったことは未来もできる。だからあなたがどんな風なやり方をしたのかっていうことと、あと、人間ってさ、こう動機があるよね。いろんな動機に基づいて人は行動するから、その動機の強さが、その人の持ってる、その、活動の偏差値だって俺らを理解してるんだよ。だってさ、あなた行動力ありますかって言ったらみんな行動力あって全員言うじゃない、うん、偏差30の行動力から70の行動力もあって、それがあなたを突き動かしてた、その行動の源泉はどこにあるのかっていうのを組み合わせして聞いてんだよね。うん。少なくとも今の話を聞いていてさ、まあ、すごいなって思うし、
これを聞いた面接官で言ったら、この子はどういう子かっていうことで、多分間違いなく捕まえてるのは、自分が決めたことはきちっとやり遂げれるし、目標を設定したらその目標に向かって、ちゃんとやって、そのゴールをちゃんと勝ち取るんだと。で、そのしっかりした考え方でやっていくんだなってことは捕まえられるから、そこは間違いなくそう捕まえてくれると思うんだよ。うん、ただし、今日の中で言うと、はい、俺が誘導したよな。そうですね。清水さんの、何ですかね、質問とか、こう、そこ聞いてくださいっていうところが、こう来るので、あ、はい。答えやすかったよね。そうですね。これさ、必ずしも面接官ってこうじゃないっていうことなんだよな。そうなんですよね。そうすると、吉田さんが注意しなきゃいけないのは、今の流れを自分でちゃんと質問されなくても話せるレベルにしなさいってことなんだな。面接官ってさ、もう俺が言うのもなんだけど、まあ、ひでえ面接官いっぱいいますから、俺らはこうやって引き出すためにはこういう質問を聞いてあげればいいって分かって捕まえに行くから、あなたの性格とかをちゃんと捉えてあげたんだけど、今どっちかって引き出してあげたって感じじゃない。だから、どんなレベルの低い面接官でも、あなたはこのストーリーを自力で語れるようになんなさいなんだよ。聞かれなくても話していく。この形で少しちゃんと作っておく必要があるよね。はい。そうなった時に、これが質問をしてる要素があるじゃん、はい。あれをちゃんと言わなきゃいけないってことなんだよ。そこで私はとかいうことですか？とか、全国大会にとか、ああいうのさ、俺が聞かなくても言えよみたいな話ですよ。はい。ピアノ、だから、ピアノもどのレベルでやってたかっていう情報ってすごく重要じゃん。うんうんうん、音楽教室でちょっとピアノができた話なのかさ、あ、全国大会まで狙ってすごい高い数字でやったかって話が違うんだよ、うん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 、で俺は少し情報を持ちながら聞いてったら多分その水準にある子なんだろうなって確認してるけど、うん、アホな人は聞かないから単なる音楽、単なるあ、なんかアホな音大にいたのねって話とちゃうんだってことをさちゃんと言わなきゃいけない。だから今俺が質問したようなことを自分からネタを振って、あ、すげえんだな、こいつすげえんだなってことを語れるようになんなきゃいけないっていうことが一番のあれだよね、うんうんうん、であれのさ、あなたがなんで大学受験をしようという時にどういうふうにして頑張ったのって、これ、ま、これちゃんとこういう話をしようって決めてたの、時間を、ね、効率的に使おうっていうのと、はい、目標を念頭に置こうって。そうですね、これね、これはすごくいいって、はい、これもっと具体的に言えないといけないんだよね、でもね、あ、はい、時間を効率的に伴うっていう最後の方で何とかサプリを使ったとかって言ってたんだけど、いい、時間を効率的に使うっていうことはさ、何も具体的な話してねえじゃん。してませんね。そうだよな。だから、それはどういうことなのかっていうと、実際にはどうしたの？何？アプリで、どんなことしてるの？学習アプリを用いて、日々の学習を常に管理するということ。今日8時間やりましたとか、何時間やりましたとかってやって、それをやるとどういういいことがあるの？そうすると、一目で自分がどれぐらいやったかっていうのがわかるので、それなんか全国の人と、はい、全国の人と平均値が出てくるアプリ？いや、違います。完全に自分で。自分で。専用のアプリですね。それを入れることによって、そのアプリを使うとどんなメリットがあるの？そうですね。この英語の勉強だったら、何時間これをや、今週はこの時間、この英語をやった、今週は数学を30時間やったとか、そういったのが一目でわかるのと、この問題集に何時間今まで取り組んでいるとか、そういったことがわかる。わかるアプリ。はい、それさ、目標を念頭に置いてやったっていうのと抽象的な話だから、じゃ今のアプリを盛り込んであなたが話そうとすると、どういうに話するちょっとやってみ。うん、私も最初そう思ったんですけれども、やっぱり最初に、今からどういうことを話すのかっていうのを、うん、面接官の方に知ってもらいたいっていうのがあって、うん、最初からそのアプリの話とかをすると、なんか混乱させてしまうのではないかと思って、なるべく簡潔に、その時間の効率化ですっていうふうに、こう、パッて、言いたくて最初に言ったんです。いいんだよ。時間の効率化を上げたっていうのはいいんだけど、それをもう少しさ、はい、もう少し分かりやすく伝えようとしたら、今のアプリを使ってたってことを混ぜて話できるよね。なるほど。じゃあ、混ぜて話すんだったらどうやって話する？2点目としては、うん、アプリ、アプリを活用、アプリの活用などをして、時間の効率化を、勉強の時間の効率化を図るようにしましたっていう感じですか？もうちょっと具体的にいいんじゃないかな。うん、あ、そうですね。そうですね。でもね、時間を効率的に使うために、はい、はい、要するに一日何時間やって、どの科目も何時間やろうって目標をきちっと決めて、それを実行するようにやりましたと。うんうん、そのために私は、そういうアプリが今あって、うんうん、そのアプリの中でこうこうこういうものをこう入れて、一日終わるたびにこの時間を見てて、今こうこうこうだから明日はこのくらいやんなきゃいけないなってことを毎日振り返してやってましたとかさ。ちょっと足し言えるよね。なるほど。そこまで言うと、こうっていうかさ、すごく頭のいい喋り方になるんだよ。完結すぎたってことですね。いや、いいんだよ。あれで止めてもいいし、もっと喋れるようにもしておきなさいってことなんだよ。うん。
喋って、あそこで止めてね、質問を受けるやり方もあるよね。で具体的にどうやったのって言って、やり方もあるんだけど、僕ね、面接で注意してほしいのは、みんながみんな、俺みたいな質問の仕方しないっていう事実なんだよ。そうすると、あなたが先にネタを振らなきゃいけないことはあるよね、と。そうすると、そういうね、ネタの振り方も覚えておくべきなんだよな。そうする、はい。一般的には、引き出す能力が高い面接官は少ないんだよ。だからあなたが主軸で話を展開していく力があればあるほどいいんだよ。なるほど。いいですか？うん、かかって。いいよ。時間の効率的に使うことですっていうと、面接官によっては、うん、あ、そうなので、で終わっちゃうっていうこともあり得るってことです。そうすると。普通の話だなって思うアホな面接官もいる話なんですね。なるほど。だから、その、面接官ってさ、いろんなレベルの人がいるっていうことなんだよ。いろんなレベルが いるから、一番受かりやすいバリエーションって何かっていうと、面接官がレベルが低くても、自分がリードを切って余計話をする方がいいってことなんだよ。少し大がみな。そうすると質問が出なくても理解してもらえるよね。で、質問を受ける形だと、あ、今みたいなあなたがちゃんとあれだけの話を持ってるんだったら、受けてっても、面接官が優秀なら大丈夫だけど、俺知ってる範囲だと面接官って半分はダメだからね。そうすると、あなたのいいところ、引っ張り上げないであなたが面接が終了するんだよ。なるほど。嫌だろ？はい。だから少し話してあげる。だから今ので言ったらね、時間減少するために私はアプリを活用して、で、アプリって言葉を入れたらそれ何って聞けるよね。うん。でも時間を効率的にやりましたっていうだけだったら質問が出にくいんだよ。時間を効率化するために私はこうこうこうで市販のアプリをこう使ってこうやったっていうと具体的にアプリどうなのってアプリって言葉が出たことに興味持つよね。だから、一発ネタを振るってことが重要なんだよな。それで、待つっていうことね。だから、全国大会みたいなのも絶対言わなきゃいけないんだよ。ピアノは私、全国大会のレベルまでやってた。なるほど。そうじゃないと、音楽のレベルもわからないし、うんうん、あと、その、だから、この話で言うと、一生懸命音楽をものすごくやり抜いていた。はい。やり抜いていった私なんだけど、疑問を持ち始めた。あの理由はいいよね。なるほどね。自分の中で疑問を持ち始めたんだけど、それを変えて、決断して、で、自分の中の決断して、どうして決断したの、理由は何なの、それでそのためにどんな努力をして、で、多分最後はこれ今大学も行ってないけど、どこどこ大学のどこどこ受かるために努力して、あ、なるほどね、そこまで頑張ってやったんだ、なるほど、この子はこういう根性のある子で物を考えてやる子だなって伝わった、面接官の確認は多分大学の時とその前まで戻すと思うんだけど、うん、そうだな。じゃあそこまで、なんだろう、決めたことをやり抜けるあなたは大学に入って同じようにやったことは何だって質問が出るよね。うん。そのことは用意したときに、俺は、あなたが例えばわかんないけど、大学に入った後も自分の専攻勉強一生懸命したって話よりは、前出たプログラミング連行にもこともなんかこうこうこういう状で興味持って、今もこういうことやって、このとこまでのレベルがついたって話を例えば用意したとかね。うん。で、もう一回戻るんだったら、じゃああなたさ、じゃあ小学校、中学校のときにさ、そのなんか、そのものすごく一生懸命、なんか自分が念頭に置いてやったことってどんなこと逆にあるのを教えてみたいなことに振られる可能性もあって、そのときって何答える？小学校、中学生の話ですか？そうですね。私は、もう一つの、まあ、アピールポイントっていう、と言えるかもしれないんですけど、好奇心旺盛というところで、うん、もちろんピアノがとても得意だったんですけれども、うん、音楽をいろいろ様々な面からちょっと捉えてみたいなと思って、中学生の時は、合唱コンクールで、ピアノ奏者としては、ではなく、指揮のリーダーとして、学級を、率いた経験があるんだ。はい、自分が何やりたいと思ってやったの？そうですね。なるほどね。いいじゃない。だいぶあれだね、それ、あなた結構負けず嫌いだよね。そうですね。負けず嫌いで、あ、そういうタイプだよね。あ、わかんない。いや、それ間違いなくそうだよ。顔つきもそうだし。いや、そんなことはないです。いやいや、俺らお前顔見たらわかんないから、どんな子か。いえいえ。なるほどね。そこをさ、上手に使っていけばいいんですよね。はい、だから、こういうのってさ、訓練だからとは。うん、訓練して、もっと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 話していける、もっと話していけるっていう風にしていけばいいから。で、僕は基本的にあなたが、面接でさ、こう、生きてきた、生き道を聞いてるだけだからさ、うん、あんたどんな風に真剣に生きてきたのか答えなさいっていうことを、俺ら聞いていて、あ、そんなに真剣に生きてきたのねと、そんな風に頑張ってきたのね、はい、そりゃ素晴らしいじゃないのと、この子はって言って確認するだけだから。うん、そのところにたまたまエピソードがついてくる中で、あなたが一生懸命やった話をこういう風に話せる、俺はいいと思いますよ。おい。俺はなんかとてもいいなと思いましたけどね。うん。あ、こういうタイプの子なんだな。まあもちろん、だからあとは、あなたのそういうタイプの子を好きと思う企業とちょっと違うなと思う企業があるってことだよな。そうですね。はい。だからそれから、
あなたが自分がその自分のタイプに合う、こういう意向を取りたいなって思う会社をちゃんと受けりゃいいんだけど、いや、ちょっとこういう子じゃないんだよね、うちはって思うとこ行ったら落ちるよってことだよね。そうですね。まあ、なんか落ちた方がいいのかもしれないですよね、そうすると。あ、でも自分が行きたい道もあるんだろ？ああ、はい。だから、自分が行きたい道の、まあ、会社とかあってさ、それでもさ、社風とか考え方とか違うんじゃない？だから自分に合うってどんなとこなんだろうっていうことをさ、あなたが今まで生きてきた中で、自分はこういうタイプ、同じようなタイプで切磋琢磨されるのがいいっていうんだったら、そういう人がいっぱいいる会社を探すべきだと思うよ。あなたみたいなタイプさ、は俺が勝手に決めつけ怒られるけど、やる気のないさ、あの不真面目なやつと一緒に働くの嫌でしょ。嫌でしょ。その中で親満対象になればいいっていうタイプじゃないでしょ。切磋琢磨されて頑張りたいって思うタイプじゃないの？そうですね。だからそれがどういうのがいいのかっていうのこと結構重要だよ。そうですね。ただなんか、単調作業とかそういう風な、なんだろうな、目的がはっきりしてなかったり、その、作業効率が悪すぎる。となんか自分もやる気なくなるので、うん、なんだろう、そういう企業は良くない。だからそういうのがさ、嫌だなと思う。あなたはなんかさ、なんかこう自分のやり方を考えて変えていくってことでもやっていくから、なんか自分で考えていく、自分で工夫するってことでもこだわりがあるんだろうから、そういうことはちゃんと実現されて、だからその仕事の内容っていうよりも仕事のやり方のところの部分がそれがあって、かつどんな人たちと働くべきなのかっていうこの2点はちゃんと見るってことでね。あんま、なんか有名だからいいっていう視点で見ない方が俺はあなたがいいと思うよ。そういうタイプじゃないから、あなたは。なるほど。それが一番、だからせっかく、ね、あなたがピアノの道じゃなくて、こう、その道に来て、また、こう、自分の専門とはまた違うところが本当はいいんじゃないかってまた気づいて、それ行こうとするんだったら、自分に本当に向いてるところはどこなんだってことをさ、ちゃんと考えて就職するのがいいと思うんだよね。なんか面接のアドバイスとか何のアドバイスとかわからなくなってますけど。人生のアドバイス、ありがとうございます。で、なんかやってみて、あの、質問があれば。そうですね。まあ、1点だけちょっと質問したいんですけれども、なんか今回はやっぱり長所、セールスポイントとか長所とか勤めは何ですかっていう質問で始まって、その大学以前の話題に中心を置いたお答え方になったんですけれども、例えば面接で、学生時代、大学の学生時代に頑張ったことは何ですかっていうふうに聞かれた場合っていうのは、こう、例えばプログラミング技術の習得を頑張りましたとか、で始まって、それには私の粘り強さがあるからです。で、その粘り強さっていうのはどこから来ているかというと、こういう、バックグラウンドがあってっていう話を、こう自分から誘導して面接の間で、していくっていうのは、いい。面白いわけでね。だって、うちの子だって、中学高校の卓球のですね、はい、神奈川県大会で団体戦3位に入ったって話しかしてませんよ、うちの子。あ、そうですか。だって、で、大学の時の話はあんましないで、基本そこの話で突破してる。だからね、面接ってさ、例えばね、学生時代頑張った話してくれ、私実は一番頑張ったのが、この実は高校からここまでの話なんで、この話をさせていただいていいでしょうかって言って、向こうがいいって言ったらどんな話だって言ってたよね。そこでダメって言われたら。ダメって言われたら、まあダメっていう面接官がバカじゃねえかとしか俺は思えないんだけど、まあたまたまそういうアホな面接官に出会ってですよ。はい。ダメ。何は何でも大学の話しなさいって言われたら、終わりましたと。で、私は大学に入った後、実はこのプログラムのなんとかでいいんですよ。そんな感じでした。でも、これをやるきっかけになった部分のなんとかは、こういう過程があってっていうのを自分でネタ振るんだよ。なるほど。振ればいい。こういうことのきっかけがあって。はい。せっかく大学に入ったからね、こうしたいと思った。それは、これがきっかけの事件なんです。で、そちらを中心に自分でこういう。で、持っていくし。そうですね。そうそう、それがいい。普通さ、もしさ、何が何でも大学の時代の話をしろっていう面接官いたら、俺は人格疑うけどね。バカなんじゃない、うん、俺、そんな会社だったら行かない方がいいと思うよ。それアホが信じやってるってこと、証明だからね。そう、聞いてあげてね。いいよ。なるほどな。で、聞いた後で、じゃあさ、そういうあなたが頑張ってきたあなたは、じゃあ大学入ってどうしたかって、もう一回別のことある話あるよね。してごらんって、受けてあげるぐらいの、力が普通人事とか、まあ、まともな面接官ならありますよ。普通はね、でもごめんね、世の中まともじゃない人もいっぱいいるから、だから自分で話を振りに行かなきゃいけないんで。それは、どこのレベルの企業を受けるかによって、やっぱり、差があるから、どんな人が出てきても、自分でネタを触れてるから、突破できるから。そこも癖をつけるといいな。わかりました。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ぜひ、頑張ってくださいね。今日は、吉田さんを、関東の大学の理系大学院の吉田さんをお招きしてですね、
まあ、とても面白い話を聞かせていただいてですね、面接の対策の話なんだか、人生の対策の話なんだか分かんなかったんですけど、まあ、参考になればと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。